TV の家です。さあ今日なんですけど、今日はですねこちらベッセルのインパクトレンチですね、 GT の P14W ということで、こちら2台修理していきたいと思います。一応まあ見て分かる通り症状なんですけど、先端が割れてます。でこれなんで割れたかというと、 14mm 以上のものでこうきつく、まあ、締めすぎちゃって、ここのアンビルの部分がパキッて割れてるような状態になっております。まあこれをね、今回は先端のアンビル交換ということでやっていきたいと思います。じゃあ早速ねやっていきます。はい、ということでね、アンビル交換、まあ、2台ねやっていきたいと思います。はい、ということでね、まず部品たちですね、先にここに見えるのがガスケットになります。で、よいしょ、後ろ側アンビル新しいのね入っております。こんな感じですね。よいしょ、じゃあこれをまあ交換していくっていう作業で、まあ前にも説明したと思うんですけど、構造はここの刃物のところを変える、このアンビルの部分変えるのには、よいしょ、まずねここ4箇所ですね、もう簡単です。4箇所ネジがこうありますので、この4箇所のネジを外していきます。はい、という感じでネジが4箇所全部取れております。でプラスチックハンマーでね、よいしょ、軽く叩いてあげるとガスケットが外れて、よいしょ、中身を取り出すことができます。こんな感じです。で今回このガスケットは交換するので、よいしょ、まあ、手で外れれば手で外して、ここに残るような感じであれば、よいしょ、カッターでこうやって削ってあげてください。でここの面は、よいしょ、綺麗な状態を保てるように優しくねこうやってあげるのが大事です。傷が入ってしまったり削ってしまったりすると、ガスケットを、まつけてる状態でもエアが漏れちゃうっていう可能性がありますので、削るときはね気をつけてやってください。ということで、中からよいしょ、この部分を取り出します。で、よいしょ、このアンビルを細っと抜くだけですね。で割れてるのがね今回先端だけだったんで、まあこういうところによいしょ、まあ、破片というかこうザラザラした粉みたいなのがなかったら、こうやってまあススっていうかゴミみたいなのがね、もうかなり鉄粉みたいなのが付着してたら、こうやってまあ綺麗にね拭いてあげてください。そしたらここまで、まあ、ピカピカになりますので、よいしょ、まあでもさっきのアンビルみたいな、アンビルお礼みたいな感じだったら、まあここまでしなくてもね、中のところはまあ結構大丈夫だと思いますんで、もうこのままやってもらっても構わないんですけど、よいしょ、今回はこういう綺麗な状態にねして組み上げていきたいと思います。じゃあまあ部品からこちらですね、新品のアンビルを取り出して、よいしょ、下にねこのワッシャー、ワッシャーっていうかなんていうんですかね、この当てみたいなのを入れます。でここにたっぷりね、よいしょ、グリスを塗ってあげます。で中にもちょっと入れときますね。よいしょ、こんな感じで中にも入れてます。でこのままかぶせてあげます。でよいしょ、ここ周りもね熱持つんで、よいしょ、グリスを、まあ、たっぷりとまではいかなくていいと思うんですけど、こう塗ってあげます。でよいしょ、さっきのここに戻してあげます。こんな感じですね。もうこれでね、よいしょ、交換の作業は終了です。あとは新しいガスケットを、よいしょ、ここに、まあ、綺麗にこうはめてあげます。でここをちょっと回しながら入れてあげると簡単に、よいしょ、はまります。よいしょ、この状態でもう一回ネジをね止めていきます。その前にさっき取ったねネジを脱脂していきます。綺麗にねしてあげます。ちょっとゴミがね、ゴミ詰まりが、よいしょ、さっきひどかったんで、こうやって綺麗に、よいしょ、拭いてあげます。はい、綺麗になりました。よいしょ、これを4箇所ですね止めていきます。は
はい、こんな感じですね。1台目修理終わりました。はい、ということで今からエアーをつないで瞬点の方していきたいと思います。じゃあ回します。はい、バッチリですね。これを2台目もしていきます。きれいに外してあげて、新しいアンビルにこいつをリングを取り付けます。グリスですね、よいしょ、グリスを塗ってあげます。で、こっちの中の方にも軽く入れとって、よいしょ、外の周りもグリスを塗ってあげます。はい、で、この状態でよいしょ、差し込んで上からカバーを取り付けていきます。はい、ということでね、こちらも2台目終わりました。じゃあこっちもね、瞬点の方していきたいと思います。はい、2台ともアンビルの交換が終わりました。バッチリです。はい、ということでね、今回は、ベッセルの GT の P14W を2台、修理していきました。こちらですね。で、アンビルの先端折れっていうことだったんですけど、まあ、先端のね、部品を交換するのは、まあ、安易なので、お客さんの方でも、まあ、先端が減ってきたなって思ったら、まあ、交換してあげるのがいいんじゃないかなと思います。あんまりね、やりすぎると折れちゃう危険性がありますので、まあ、そういう危険もあるんだよっていうことで認知していただければと思います。今回のまあ難しかった点なんですけど、まあ、やっぱりね、ここのネジの部分をあのきつく締めすぎちゃったりすると、ここのアンビルの部分があのうまく回らなかったり、まあ、する可能性がありますので、ネジは均等に締めてあげるように回していただけたらなと思います。はい、というわけで、今回はインパクトレンチっていうことで修理していきました。またご質問等ねありましたら、コメント欄の方であの質問いただけたら、ご返信いたしますので、たくさんのコメントお待ちしております。はい、というわけでコンプレッサー TV のゆやでした。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。